人間の性質って本当に謎だと思わない？大勢の人から飛び抜けて認められたいっていうタイプじゃなければうまく溶け込んでバカにされないよう生きていくって感じ？私は他の子とは違うのってタイプなんだ。そのレッテルには誇りを持ってますよ。でも常にこうだったわけじゃないんだ。ソーシャルメディアの至る所で目にする注目を得るために他の子とは違うことをするってタイプの女子ではなかったかな。自分という人間に自信が持てなくて自分を愛することを学んでいった長い経過の持ち主。子供の時自分は違うと感じていたの。誕生日には家族から素敵なプレゼントをもらっていたんですね。いろんな服を着たバービー人形、アクセサリー、可愛いチュチュやティアラなど、本当にプレゼントを気に入っていて開けるのにワクワクしたのを覚えているわ。同じ年のほとんどの女子と一緒かな。問題なのはその日に少しだけお人形で遊ぶだけ。私ミニカーの方に惹かれて地面に座って泥だらけの道を庭に建設する方が性に合ってたんですよ。バービーってアウトドアライフには向いてないし、チュチュも泥だらけになって台無しじゃない？私の親はすぐに適応して私に男の子用のおもちゃを買うようになったの。それでお兄ちゃんと永遠に遊んだな。でもどうなるかは想像できますよね。もっと女の子らしくなって女の子のおもちゃで遊ぶのを期待するおばや祖父母がいるわけです。別に間違っていることではないよね。幼稚園の友達はみんなバービーとおもちゃのジュエリーセットが大好き。でもなぜだか私はそういうのに興味はなかったの。プラスチックのネックレスのつけ心地が嫌だったんですよね。耳たぶに垂れ下がるイヤリングの重さも慣れなくて、なんだか居心地悪くて、子供の時はどうしてこんな風に感じるんだろうと思っていたの。しばらくして男女のレッテルを貼られるようになります。お前みたいな綺麗な子には似合わないよなんて言われたり、幼稚園児のちっちゃな頭でも男の子というものがあって、なぜ女の子のものと別々にしなくてはいけないのか疑問でした。男女なんて呼ばれるたびに木を登ったりおもちゃの車で遊んだりするだけで、なんで男の子にされちゃうんだろうって思ってたんです。それはさておき、学校生活は簡単にはいかなかったの。子供って結構容赦なくて批判的じゃない？男女というレッテルはつきまとって、女の子らしい女の子は私みたいにアメフトやバスケをプレーするのに興味がなかったみたい。ほとんどの女の子がこういったものに興味を示さないことも特に問題じゃなかったな。ほとんど男子ですけど友達と普通に遊んでましたよ。楽しかったんですけど、頭の奥底で自分は何かがおかしいんだという気持ちが拭えなかったのを覚えてるな。そして高校、思春期で体が変化してきた時、少し女性らしく感じ始めました。女子には普通のことなんですかね。さらにこの頃から長く友達でいた男友達の一人に片思いし始めたんですよ。恋煩いをしていて、クラスの可愛い子たちの中でも私に気づいてもらいたくてしょうがなかったんです。魅力を発動させてまつげをバサバサさせるようになりました。結構痛い女子に見えてたと思うな。彼がヒントを汲み取ってくれないもんでやってしまってたんですよね。彼の頭の中では私はまだ男友達の一人だったんです。他の子ばっかりに目を走らせていて、私は友達から抜け出せないでいました。そういうのありますよね。だから変化を起こして何かして彼が私に気づいてデートに誘ってくれるようにしようとしたんです。新しい女子の友達に彼の注意を引くために何を着るべきか、どんなヘアやメイクをすべきか相談したんです。友達は私の手助けをするのが楽しくてしょうがなかったみたい。10代女子のお泊まり会で完全大変身。90年代の高校即席大変身モンタージュ。ま、それは冗談です。すごいありがちな感じですいません。それはさておき、友達に綺麗にしてもらったんですが、学校に行く前の月曜日にこのテクを自分で試したら全然違う。数えきれないほど何度もマスカラで目を刺して、ピエロ的な雰囲気を醸し出しちゃった。
片思いの彼が私の新しい見た目に感心したかというと、一別して笑っただけ。クリス、顔中の黒いのなんだよ。あ、ボーイッシュなニックネームをやめて本当の名前クリスティーナで呼んでもらおうとしていたんですが、結局失敗です。悔しくなりました。他の子だったらよく見せられるのにって、私はその瞬間諦めちゃったんだ。学校の課題に専念して、女子らしい着飾りは友達に任せることにしたの。メイクみたいに本に傷つけられることはないですからね。2年生の時には放課後読書クラブに参加、やっと同じようなタイプの人の中に溶け込めた気がしてきたの。このミーティングに参加する人には驚かされてばかり。他の男女の友達もいれば、女の子らしい女子もいたし、その頃から人はただの人なんだと理解し始めました。メイクやドレスが好きな女の子は、ゴシップや片思いの男子のことしか気にしていないと思ってたんです。こんな子が本の虫であるはずがないですよね。まあ、言わんとしているのは、私たちはみんな違うということ。自分らしくいて自分の好きなことをしていいのに、レッテルを気にする必要なんてあります？だから大学時代はそのスタンスで行ったんです。子供時代のレゴやお兄ちゃんのために未舗装の道路を建てた遊びの影響か、土木工学を学ぶことにしたんです。本物の建物か道路を計画したかったんです。従来的に言えば男性的な分野ですよね。 90% の土木工学者が男性という統計を見たことがあります。驚きですよね。クラスを見ればわかります。学部全体でほんの数人しかいない女子の一人が私。でも好きなものをするための道を歩んでいました。今まさにこれを仕事にしてるんですよ。自分が建設に関わるビルの建設現場を歩き回るのは最高の感覚。しかも私ったら、指先の部分に鉄板が入ったブーツやヘルメットを完璧に着こなせちゃうんです。男性の領域で認めてもらうのは大変かと思っていたんですけど、同僚や上司は私に敬意を示してくれています。私が自分の仕事をうまくやってるからかもしれないですけどね。自慢じゃないですけど。はじめはもちろん大変でしたよ。でも大学出たての若造であれば、みんなそんなもんじゃないですか。私の夫も看護師学校を出てからはそんな感じだったんです。あ、そうそう、この変わり者のおてんばは本当に理解してくれる男性に出会ったんです。お話ししたように、彼は看護師だから同僚の多くは女性です。成長していく中で私と同じような目にあって、お姉ちゃんのお人形でお医者さんごっこをするのが好きだったのに、男子の中で馴染もうとしていたそうです。考えてみれば、私たちみたいな二人がお互いを見つけられたのって奇跡だと思いません？従来の男性や女性のステレオタイプというのが薄れてきている証拠なのかもしれません。自分の社会グループの中で自分は違うと感じたら、肩を落とさないでください。自分を愛してありのままを受け入れることを学べば、素晴らしいことを成し遂げること間違いなしですよ。人生を後悔中、このような経験をしたことがありますか？もしかして今まさにその最中？コメント欄であなたのストーリーを共有してくださいね。高評価をして、友達とシェアして、チャンネル登録もお願いします。ブライトサイドに仲間入り。